今季2軍のイースタンリーグ公式戦に新規参入したオイシックスが、境内・清原翔吾一塁手、22の獲得に乗り出していることが25日、スポーツ報知の取材で分かった。元巨人投手で現在、同球団のチーム強化アドバイザー兼ヘッドコーチを務める野間口孝彦氏、41がこの日、境内堀井哲也監督、62に獲得の意思を伝えた。 独立リーグの四国 IL 香川、b c 栃木、b c 神奈川、b c 山梨が境内側にオファーしたことも判明、5球団による争奪戦に発展してきた写真、家族4人集合ショット、清原和博シンド元妻、アキラ、24日のドラフト会議では支配下、育成ともにその名が呼ばれることはなかったが、 抜群の身体能力と豪快な打棒を誇る清原には続々とラブコールが寄せられている以前から境内グラウンドへと足しげく通い清原の将来性に着目していた野間口氏はドラフト会議から一夜明け境内側に熱意を伝えた本誌の取材に境内で4番を打った実績もあり魅力のある打者公式戦で NPB2 軍の選手と対戦する環境へとチャレンジすることに 興味を持っっていいたたただけたら嬉しいですと語った慶応高の前監督で境内コーチも務めた上田誠し67が球団代表を務める四国 IL 香川をはじめこの日までに BC 栃木 BC 神奈川 BC 山梨も堀井監督へと獲得の意思を伝えたことも新たに分かったこれらの5球団なら1年プレーすれば来週ドラフトの対象選手になれるメリットもある ドラフト後の会見で、堀井監督は清原の今後に、先のことはまだ何も決まっていないと申しておりましたと説明していた。無限の潜在能力を誇る逸材をめぐり、熱き争奪戦が展開される。